まあ、早くやってもいいですし、ゆっくりやってもいいですけど、これを繰り返すっていうことを、まあ、おすすめしてるんですね。やってること一緒なんですけど、で気をつけてほしいのが、でこういうふうにもうこのまま平行移動してこういうふうにいっちゃうとクワがあんまり動いてくれないので、これは頑張って畳んでこういうふうに横から見た時になんかこうなっちゃう感じじゃなくて、ここら辺意識やる感じじゃなくて、下に落として膝がこう、鼠径部が固まって膝がこう出るとすごく危ないので、気をつけながら膝と尻で抜けないようにしながら、これをつけてほしいのが、あのこうならない、こういう感じにならない、片足でこの担当法ができるみたいな状態を、スーッと動いて丁寧にしよう。これは東京で一回撮ったんですけど、カメラが本当斜めで編集しながら俺もこの動画出したくないわって思っちゃったんで、一回撮り直します。これ足まで入ってるかな。まあコアの緩みが大事ですよっていうね、その緩みっていうのは畳むっていうことでは、意図的に畳むっていうことではなくて、脱力したら重みが自分の重心が足の裏に落ちるっていう感じで、ここを脱力して消していく、ただ単にこう関節を畳んだりこう関節で抜け落ちたりするような感じにならずに、足の裏に重みを丁寧に落とすためにここの緩み大事ですよということをお伝えしてたんですけど、それを、まあ、ここら辺の動きを柔らかくするのにおすすめなものとして、太極拳のその動作に出てくる火星というね動きがおすすめですよって言って、これを、まあ、早くやってもいいですしゆっくりやってもいいですけど、これを繰り返すっていうことを、まあ、おすすめしてるんですね。でこれがちょっと難しいと、きついですよ、あとはまあ関節にちょっと不安がありますよっていう方もおられるので、でこれをこれ他の動画でもやり方は説明してるんでここでは省きますけど、ちょっと難しい、きついですっていう方のために、姿勢を高くしたままで行うやり方をね今回紹介したいなと思います。でこれまず、まあ、説明なしでやると、ただ単に高くやるだけなんですけど、落とす、進む、輪を閉じる、開く、落とす、進む、で閉じてくる、で沈める、輪を開く、で先に開いてから沈める、で進む、閉じる、で輪を開いて沈む、でそれを繰り返すだけですね。だからやってること一緒なんですけど、で気をつけてほしいのが、まあ、脚力にがきついっていうので、こういうふうにもうこのまま平行移動してこういうふうにいっちゃうとクワがあんまり動いてくれないので、先に沈む、でこれは頑張って畳んでこういうふうに横から見た時になんかこうなっちゃう感じじゃなくて、ちゃんとこの時仙骨も収めて腹回りですね、ここら辺もちゃんと意識を、ここら辺に意識ある感じじゃなくて下に落としておいて、で膝がこう、鼠径部が固まって膝がこう出るとすごく危ないので、関節を痛めちゃうので、それを痛めないように、ここを緩める。で、進んで、で、ここの閉じる。で、膝がこう前にこう抜けない位置ですね。で、こっちにクワを開いて、で、これも落とした時にこうじゃなくて、少しね、前傾軽くしちゃってもいいので、あんまり、前にこういうふうにお尻が抜けないようにだけ気をつけながら、膝とお尻で抜けないようにしながらこれを繰り返す、まあ、手はこうやってこの上半身の力みがこうならないようにずっと腕を腰回り、面も回りとつなげたままでやってもらうといいんですけど、まあ、それがちょっと難しいなっていう方は鼠径部にずっと触れといて、ここが畳まれていることを意識しながら先にまっすぐ沈んでから平行に横に移動で、クワを閉じて開いて、でまたその場で沈んでからこういうふうに動いて、で閉じて開いて、で落ちて、はい、でこれをこの火星の代わりに繰り返してもらうと少しここの動きが出てくるので、だから灯籠に落とし込むとこうしてこのここで先に
落としてこうなってこうなっていく、まあ、24式ドッタッタでも出てきますけど、そういう感覚ですね。その時にただ単になんとなくこう固まっててこういう風にいっちゃうんじゃなくて、足に落ちてここが向きがこう変わって、でここからちゃんとこういう風に乗る、まあそのまま行くのを、まあ、反対も何度も繰り返せるようにやるっていう感じですね。はい、でこんな感じで一応火星の安全版でした。こうなってるのを閉じるっていうのはコアを閉じてくるって話。あ、だからこっち開いた時には勝手にここ緩んで下に落ちるんで、あ、便宜上コアを中にし絞るみたいな、そういう意味です。エネルギーを閉じてるわけじゃないです。はい、だからこれ向きを変えてるんで、これをずっとここからギュッギュッギュッってなってる感じのままだといつまでたっても落としようがないし、はいはい、重心が下に落ちないしエネルギーも通らないんで、向きを変えて重心が落ちたから、うん、できて上がってきたのがもう一個の足に打ってるっていうことですね。そうですね、はい、了解です。ちょっとそれをちょっと丁寧に無言でやってみようかな、これ。これちょっと 縦の幅にしとかないと繰り返せないですよね。うん、だからこう高い姿勢でやっても結構ちゃんと落とすと鼠径部に来るし、で膝に負担が来ない位置でちゃんと丁寧にやろうと思ったら程よいその脱力必要なんで、でこの時に気をつけてほしいのは、こうならないね、こういう感じにならないね、立てて、っていうか、はい、意識的には相手の下に潜っていく感じ。そうですね。だから低くやればここでこういく感覚なんで、すくっていく感じなんで、ここからね。こういうふうに感覚なんで、この高くやる場合でも沈む、ここがドンと沈んで上がってくる。肩あたりはちょっと遅れる感じなんですか。厳密に下半身丁寧に感じると、力の伝達があってからこう伝わってくる。でも最初はエクササイズとしてやるときは同時でもいいです。あんまりその、まあ、内向を練るっていうのと同時にやっていこうと思ったら、このっていう単頭項で沈んでいく感覚と、でここでまたこうやってちゃんと足の裏に安全に片足でこの単頭項ができるみたいな状態でスーッと動いて、丁寧にその鼠径部が緩みですね。一個の説明が長いっていうね。じゃあフェイントで肩を当てといて下から上げてもいいわけですね。実践の場でそのわざと硬直させておくのはありですよ。こうやってパッてやってここら辺に相手の意識を持たせておいて、実は緩んでるから下からグネンってこう上げてくるみたいな、でこっちには意識がないっていう、はい、それはなんか太極拳的にな感じするかな、ここにフンっていうのが、ね、火星の、まあ、一応何をやってるか分かんなかったらあれなんで、火星ね、まずやっておきますけど、これを本来繰り返してやってもらうっていうね、でこれも後ろの足で蹴るんじゃなくて前で、わお恥ずかしいこういう感じでね繰り返していくんですけど、これがちょっと膝がぐねったりして危ない怖いっていう方のために、このなんていうのかな、ここでちょっと高い姿勢でやる。でこの時に気をつけてほしいのが、膝が出ない、ここが固まってて膝が出るとこれだけで膝に負担がきてこれ怪我の原因になるんで、緩めて鼠径部も膝も足首も緩めて足の裏に落とす。でこの時こっちもちょっと両方緩めとかないと幅がバランス取れないんで、で
ちょっとだけ、まあ、自分のできそうな幅に置いてもらったら、先にこっちに重心を置きに行かずに先にここに沈みます。でそこからコアをこのコアを開いておいてこっちに進む、うん、でコアを閉じる、で乗る。でこの時、まあ、面も張り出してるとか、ここのコア脱力して膝が前に出ないとか、これ前提は一緒ですね。でこうコアを開く、で先に沈む、で乗せる、で閉じる、で開く、で沈む、で乗せる、開く、で進む。先にできるだけ沈んであげて、でここで落として開いて落としてから進む、はい、これの繰り返し。そうするとここが一回なんていうのかな、ここに開くときにこの開く練習にもなるし、落として進むこの瞬間にここが動くんで、その火星 の効果に近い状態、味わい、こんなものでよろしいでしょうか。はい、はい、結構飲んだ